ポケモン。はい、こんにちは、ちちゃです。では今回もバトルツリー100勝を目指して頑張っていこうと思います。前回ですね、3勝したので次が4戦目。それでは連続バトルスーパーシングルをスタートします。険しい山脈を越え、はるばるやってきたわけだ。山男率高くないですか。ジンゴロウさん、よろしくお願いします。前の山男とは別の山男だね。メロカルス、水タン、地震でいいかな。いいよね、地震でいきます。よいしょー、やばい、混乱した。ポケモン変えよう。ミロカロス水タンだからギャラドスでいっか。吹雪はあるけど等倍になるよね。10万ボルトとか確か覚えないはずだし、覚えたらすいません。覚えたらギャラドスごめんなさいっつって謝ろう。よし、一角自己再生。どうしようかな、怪しいからあるから、舞うか舞いましょう。舞うしかないな、待ってこう。よいしょ、波乗り効果今一つ。もう一回回っていいですか。よし、あー混乱した。でももう一回回おう、もうここまで来たら回っちゃおう。オッケー、波乗り。次じゃあここで地震ですよ。耐える、オッケー。この後地震で倒す。オッケー、マジ残るの、マジ。じゃあしんどくても出して、地震で落とそう。こっちの方が素早さ高いから。よっ、よし、やばいな。私おっぱなから追い詰められてる。ベロベルト、どうしよう。ノーマルタイプあんまりわかんないんですけど、ベロリンガの進化系っぽいっすね。地震でいいかな、困った時の地震。ふむぎ、やばい、絶対一発で死ぬでしょこれ。これも鋼タイプのひもじくてもに変えたら効果が今一つのはずだから変えちゃっていいですね。よいしょ、オッケー、素晴らしい。シャドウウォール一回禁止で様子見るか、見る必要じゃんのか。ない、ナイモンジ、やばい。よし、オッケーオッケー。待って待って、あ、シャドウボールしたでしょ今。待って、相手ノーマルタイバーでしょ。何してんのバカー。あ、やばい、せっかくグーンと上がったのに。え、もうどうしようもないやんこれ、マジどうしようもないやん、何もできへんやんこれ。もう死ぬしかないから。いや、変える？ダイモンジだったらだってあれだもんね、効果今一つだもんね。これね、この次に落とすと考える、落とせんのかな、そもそも無理でしょ。キュンショキュンショ、ストーンエッジでキュンショ狙いだったかな。いやー、やっちゃいました。チャンスでもなんでもないからね、鍵打ちも効かないから。マジかー、痛恨のミス。いやー、ほんとお恥ずかしい。はい、仕切り直しです。構えて、そして打つ、構え、そして打つ。 BGM 変えました。コメントにね、この BGM がいいっていう人がいたのに変えましたよ。スターウィー、もうね、あれだよ、あの、舞
負けたらなんか罰ゲーム用意しよう。なんかバトルツリーで負けたらなんか罰ゲーム用意しようよ。何がいいかな。ちょっとなんか私全然今思いつかないんですけど、なんかいい罰ゲームがあったら。できないこととか恥ずかしすぎることとかもちろんできないけど、なんかこう適度に嫌なことをちょっと考えときますから、皆さんも考えてください。バトルツリーに負けたら罰ゲーム、これでいこうよ。じゃないとこれダメだわ。いや確かに寝起きですよ、完全に。でもノーマルタイムにゴースト打つのはにわかとかそういうレベルじゃないからね。しかも技のとこに効果なしとかちゃんと書いてるのにやってるから、めっちゃ無理。これ毒付き？よいよいしょー。ルチャブルなんか使ってたな、いつか忘れたけど、なんか変態っぽくていいっつって使ってた気がする。おいやろ、これは変えましょう。変えます。よいしょー。悲しくても多分一発で落とせるから、先取り、滝登り落とせるはず。解放者、よいしょー。よし、なんかよく出てくるポケモンに関しては落とせるか落とせないかだんだん分かってきた気持ちもあります。全然そんなことないかもしんないけど、とりあえず1勝目にしよう。ふぅー、2戦目やりますやりますわ。また山男だ。うん、これ前戦ったやつだ。ぶつかり稽古野郎、名前なんだっけ、ハリテヤマとかそういう名前だった気がする。なんだっけな、あ、そうだ、昼の山だ。2回目ですね、彼と戦うのは。ガブリアス、お、チューパか、チューパやんけ。さあ、激輪で落としちゃいます。守ってる。これあれなんだね、激輪やっても守ってたら激輪発動した状態じゃないんだ。今初めて知ったね。激輪したら他の技使えなくなるのに、選択って何みたいな感じなのに普通にいけたね。まあ今から激輪しか打てないけど、おっかなのーっていう状態。やばい、積まれてる。自信だ。なんかね、うちの子たちちょっと混乱したら自分攻撃しすぎませんか。いやー、じゃあギャラちゃんを出します。よいしょ。そして自信か滝登りか、滝登りでいいかな。よいしょ、オッケー。次は百鳥よ。秋山さんって言うのやめろよ。じゃあ登ります。砂嵐滝登り、よし、よしよし、ごちゃんでした。いやー、やばいな。百姓なんて夢のまた夢かな。いや、そんなことないでしょ。いけるでしょ、このパーティーは。問題ないでしょ。パーティーは問題ないよ。問題なのはトレーナーだよ。トレーナーを変えたらいける。間違いない。変えなくてもいけるように頑張るぞ。嘆き、格闘タイプですね。よいしょ。これは一応格闘タイプ確認した後に自信、守ってる。よいしょ、巴投げ。で、なんか入れ替えるやつだっけ。あ、やっぱりもうそっちか。じゃあ
禁止でガクッと下げに行こう。うん、てか守るがある相手なんだから、禁止作戦普通にやればよかったな。シャドウ、あー眠っちゃった。いや、このまま行きます、このまま行きまーす。いや、違う、このまま行きます。よし、イメクイ全然大丈夫、全然大丈夫、全然平気。よいしょ、スイッチョ、一発で倒せない、タスキー。じゃあ影打ちです。ふぅ、呪われボディ、影打ち封じ込められちゃった。マジか、結構めんどくさいかも。クロバット、素早さは早いから一回禁止かな。ほい、ペッ、シザークロス、よいしょ。じゃあシャドーボール、あー催眠術やばい。はい、よいしょ。この後どうするかだな、禁止かな。催眠術されたら悲しいけど、それでもキングシールドだ、じゃないと一発でやられてしまうから。よし、よかった、金縛り解けた。よし、じゃあ影打ち行きまーす。よいしょ、オッケー。いや、なんか毎セットギリギリな気がするな。そしてラストの嘆き、禁止、守られたらやっぱ守ってる守られたら仕方ないって言おうとしたらやっぱ守ってる。よいしょ、じゃあシャドウボール、お、うまく決まんなかったって。よいしょ、これで落ちるかな。よっ、おしよしよしよし、お疲れ様です。よかったよかった。ということで、今回もお見苦しいところをお見せしましたが、なんかね、罰ゲームとか考えて決めてやっていこうかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。今回は3章です、3章。ちょっとね、もう1章ぐらい、1回5000ぐらいしたいよね。うん、次からはそうしようかなと思いまーす。じゃあまた明日に。バイバーイ。なし。